それでは皆さんおはようございます。ご多様のところご参集をいただきましてありがとうございます。まずはじめに先週の金曜日11月の24日愛媛県公営企業管理局から県立今治病院を移転新築するという大変嬉しい発表がございました。現在の県病院は築40年が経過し、加えて構造上コロナ病床の増設ができないなどの問題も生じておりました。そのような中、中村知事が老朽化が課題となる県立今治病院の在り方について本格的な検討を進めるとの公約を掲げ、協議を深め、今回移転新築という決断をしていただいたことに心から感謝申し上げます。移転候補地は一日も早く整備に着手していただきたいとの思いから、本年2月今治市医師会長とともに中村知事に対して今治市が所有をしているしまなみの森 1-2 を提案要望をさせていただいておりました。この場所が正式の候補地となったということで、今後は整備に向けまして地元や関係する方々への説明などを愛媛県と連携しながら円滑に進めるなど、本市といたしましても最大限の協力をさせていただきたいと考えております。申し上げるまでもなく、県立今治病院は今治県域最大の病床を有する中核病院でございます。移転新築された暁には高度急性期医療を中心に地域の医療機関との適切な連携の下で医療機能の一層の強化などに努めていただくことを切にお願いする次第でございます。さて、当今治県域の新型コロナとインフルエンザの感染状況でございます。どちらの患者数も減少傾向にありますものの、インフルエンザの患者数については依然として高い水準が続いており、警報レベルとなっております。新型コロナもインフルエンザも冬にかけまして、再び感染が広がる恐れがございます。市民の皆様におかれましては、引き続き咳エチケットやこまめな手洗い、30分に1回程度の定期的な換気、場面に応じたマスクの着用といった基本的な感染予防対策にご協力をお願い申し上げます。一方で物価高騰への対応などを柱とする国の経済対策につきましては、その裏付けとなる補正予算案が現在国会で審議されているところでございます。この経済対策を踏まえた支援策につきましては、国の予算成立を待ち、早ければ今定例会に追加提案をさせていただく方向で準備を進めてまいりたいと考えてございます。それでは、12月定例会への提出予定案件につきまして発表させていただきます。まずは議会日程でございます。お配りをしております資料の最後、9ページに添付をしておりますとおり、会期は12月の4日から21日までの18日間でございます。提出予定の案件は資料の1ページに整理しておりますように、補正予算案、条例案、その他の議案がそれぞれ7件、専決処分などの報告1件の合わせて22件となってございます。補正予算案の概要でございますが、補正予算の規模は一般会計が2億8291万5000円で、補正後の予算額を前年同期と比較いたしますと 5.4% の減、全会計を合わせますと前年比 3.1% の減となってございます。それでは5ページからになります。予算の主なものにつきまして説明をさせていただきます。まず
市民が真ん中のまちづくりでございます。番号の1につきましては、年明け1月28日日曜日のオープニングイベントを皮切りに、いよいよ合併20周年記念事業がスタートいたします。その一環として JR 四国が主催する伊予西条駅から今治駅間の予算線開通100周年記念事業に合わせまして、地域の魅力発信を行おうとするものでございます。今治駅周辺でのミニ新幹線の乗車体験や菊間駅周辺でのお供馬の乗馬体験をはじめ、 JR 四国が今治東中等教育学校と造成をしております。伊予桜井駅を起終点とする地域のお宝ツアーを実施するほか、伊予桜井駅から菊間駅間を運行する記念列車鉄道ホビートレインを招致するなど、他の合併20周年記念還元事業の実施と合わせて市民の皆さんの機運醸成を図ってまいりたいと考えております。開催日は令和6年2月11日日曜日を予定してございます。番号の2つ目、戸籍法、住民基本台帳法などの改正によりまして、戸籍、住民票などの記載事項に氏名の振り仮名を追加する規定がなされたことに伴い、必要となるシステム改修を全額国費により実施するものでございます。国の内示が得られましたことから今回提案いたしますもので、改修の完了見込みが令和6年7月となりますことから、繰越免許費予算を合わせて計上してございます。続いて一人一人が輝く今治の創出でございます。番号の3でございます。学校での ICT 教育に必要な照度の確保と省エネルギー化による環境への負荷低減を図ることを目的に、小中学校の照明器具の一括 LED 化を実施するものでございます。整備対象は市内41小中学校のうち、すでに国庫補助事業で整備を予定をしてございます5校を除く小学校24校、中学校12校の合わせて36校でございます。整備手法には市が整備資金を負担し、受託者が設計施工から維持管理までを行うエスコ方式を採用することで、有利な資材が活用できることと合わせまして、受託者のエネルギー削減効果の保証による確実な電気料金の削減につなげてまいります。また本方式を採用することにより、短期間での一括整備を実現し、電気料金の削減効果が早期に発現することから、従来の国庫補助事業による整備に比べまして大幅なトータルコストの削減が見込まれます。令和5年から17年度までの13年間の債務負担行為予算とし、10億5000万円を計上し、特定財源には市債、脱炭素化推進事業債9億270万円を充当する予定でございます。交付税措置 44.5% でございます。最後に防災減災対策で災害に強いまちづくりについてでございます。番号の4番は、当初予算に計上しておりましたしまなみ海道にかかる老朽化した古道橋2橋の撤去にかかる工事委託について、物価高騰や撤去手法の変更に伴い全体事業費を増額しようとするものでございます。また広報の検討に時間を要し、今年度の支出が見込めなくなりましたことから、今年度予算を全額減額する代わりに債務負担行為予算を増額し、合わせて期間を令和7年度まで1年延長しようとするものでございます。番号の5番は、年度末から翌年度当初にかけまして工事量の少ない時期に
切れ目のない工事発注が行えますよう、早期施行を可能な道路改良事業におきまして、債務負担行為を設定するものでございます。市単独の道路改良事業費と舗装事業費合わせて7路線分、4300万円の債務負担行為予算を計上し、年間を通じて工事量の平準化を図ることで、建設事業者の人材、資機材を効率的に活用し、公共工事の品質向上につなげようとするものでございます。このほか、特別会計、公営企業会計における人事異動などによる人件費の増減に加え、港湾事業特別会計では、コンテナ荷役機械、リーチスタッカーの故障に伴う更新のための予算を計上するほか、国民健康保険特別会計におきましては、可燃度の診療報酬などの額の確定に伴う県支出金の返還金などを計上してございます。こうした予算案以外にも、人事院の給与勧告に鑑み、職員の給与、議員及び特別職の期末手当を改定する条例案のほか、公の施設の指定管理者の指定を行う議案などを提出してございます。発表事項は以上でございます。なお、各事業の詳細につきましては、後ほど総務部長、財政課長から個別に対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。私からは以上でございます。